新黒帯能になる。はい、大塚先生、影山先生、こんにちは。こんにちは。はい、新黒帯能になるの第2回目ですね。はい、このシリーズは、視聴者さんの、質問を答えていくっていうスタイルに、なってます。はい、第2回目の今日はどんな質問でしょう。はい、今日はですね、あとアルファベットで読み方があれな分かりづらいんですが、マータソさん。マータソさん。はい。はい、の質問。はい。で、質問内容が、はい、前シーズンで一番印象深かったのは、今の動き何ですかシリーズでした。ありがとうございます。はい。黒帯能にふさわしい大塚さんならではのゲームプランを各シチュエーションに応じて伺いたいです。という。どういうことですかね。ゲームプラン。まあゲームプランっていうくらいなので、まあ試合でのってことでしょうね。なるほど。はい。で、各シチュエーションっていうと、まあもちろんいっぱいあるんですけれども、まあ上からなのか下からなのか、はい、あと自分がリードしているのかされているのかによって、かなりプラン変わってくるので。はい。ちょっとそうですね、そのゲームプランっていうものはそもそも立てるべきなんですか。いや、結局でも、で、蓋を開けてみないと試合っていうのは分からないところもあるので、まあ黒帯だったら10分ね、アダルト黒帯10分ですけど、はい、10分タイマー切れになった時にこう勝ちたいっていうのはまあ誰もやってないでしょうね。はい、やっぱ最初はある程度ゲームの始まりは考えると思うんですけど、まあ、そこからやっぱり相手もね動いてくるので、どうなっていくかは分からない。なので最初に考えてたプラン通りに行くこともあるし、違った時にそれに対応することも大事だし、はい、自分が考えてたプランに戻すことも大事だし、ということは、はい、ゲームプランっていうのは1から10まで考えておくものではなく、ある程度の形は考えているけれども、はい、その違った時にどうリカバリーするかの練習、そのプランですかね、その練習法。そうですね、なんかこうすれば勝てるとか、まあ、これはこのパターンだから勝てるとか、はい、っていうのはあんまりどう考えてる。まあ多少はですかね、うん、そんな細かくは考えてないです、ね。負けてたらポイント取らないと勝てないし、あ、そうですね、でもポイントが1本取らないと勝てないっていうところで、考えていかなきゃいけないんで、普段からあんまり考えるってことはないですかね。普段は逆に何を考えています。普段はやっぱりまあ、スパーリングとかであれば、はい、まあ、トップからだったらやっぱりパスガード、決めをどんどん狙いに行く練習しなきゃいけないし、はい、まあ、下だったらスイープ取ったり、バックテイクをね狙っていかなきゃいけないので、あんまり試合のことを普段は考えてないですけど、でもどうだろうな、まあ、僕なんかは試合近くなった時には、1回のスパーリングの中でポイントはかなり意識しますね。あ、前におっしゃってましたね。はい、はい、なるほど、うん、はい、というわけでマートスさん、質問にの答えになっててましたでしょうか。ちょっと分かんないですけど、ね、まあ、ゲームプランというものを、考えているという、前提の質問だったので、はい、まあ、その試合における1から10まで考えているわけではないよっていうのが、まあ、答えですよね、あとはやっぱり経験ですかね、試合の経験を積んで、まあ、こういう時にはどんどん攻めないと勝てないとか、なるほど、まあ、ここは手堅くいっていいなっていうのは、まあ、試合の経験を積むことで、その試合中にプランを作ることができるようになると思うので、はい、なのでもしプランを考えるのであれば、もう最初だけ、もう自分が引き込むとか、引き込もう、テイクダウン狙おう、で、そこからどう判断していくかは、もう1回として同じ、ね、スパーリングだったり試合っていうのはないので、
うん、そこの軌道修正だったりっていうのはそういう適応能力はもう試合の経験を積んでいくしかないのかなと思います。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございます。はい、またマータさん、また質問お願いしますね。はい、はい、失礼します。はいはい。